モテ男クラブへようこそ。いらっしゃいませ、関口美奈子です。このチャンネルではあなたがより魅力的なモテる男性になるためのヒントをお伝えしています。社会人になると学生の頃よりも出会いが増えたり、関わる年齢層が増えたりしますよね。恋愛も大人な恋がしたい、そう思っている矢先に職場に素敵な女性が。気まずくはなりたくないし、どうやってアプローチしたらいいのかわからない、こんなことありませんか？そんなあなたに今回は職場の女性を落とす方法10選を、仕事編、仕事中のアプローチ編、プライベート編、3編に分けてお伝えしていきます。まずは仕事編。1つ目のポイントは、仕事のできる男性を目指すということです。一生懸命働いている姿って、どんな人であっても魅力的ですよね。今回の女性を落とす方法の中でダントツで意識していただきたい方法です。男性を好きになるポイントは人それぞれですが、仕事熱心で仕事のできる男性って女性目線だと本当にかっこよく見えるんです。なぜ仕事ができる男性はそれほど魅力的に映るのでしょうか？そこには女性の本能が影響しています。女性は強い男性を求めるという本能があります。これはより優秀な子孫を残すために必要なことなんです。生き延びる力のある強い遺伝子を残したいという生物的な理由があるからです。昔のように実際に男性が戦ったり狩りをするようなことはありませんが、その分仕事の出来が現代の男性の強さの基準と言えるでしょう。たとえライバルがあなたより若かったりイケメンでも、そんなのを吹っ飛ばすほどの効力を持っています。男としてワンランクアップして恋の着火剤にもなるとしたら、やるしかありませんね。大きな目標を達成するために、中期や短期でも段階的に細かく目標設定をしてみましょう。仕事ができる男性は自分で自分にプレッシャーを与えているので、いつもストイックにやれるんだと思います。2つ目のポイントは、教えてあげられるようにを意識して仕事するということです。どんな世界にいても、一人で仕事をしているのでなければ、人に物を教える機会は必ずあります。気になる女性があなたの部下で何か共通する仕事をする場合は、もしその女性にあなたが今やっている仕事を教えてあげるとしたら、どうやって教えるか。これを考えながらお仕事をしていただければ、いつ聞かれても対応できますし、仕事の質もぐんぐん上がるはずです。また楽しそうに教えて、自分自身も楽しそうにやるというのも大事です。教える人が楽しそうだと、教えられてる方も楽しい気がしてくるものです。人って楽しいことは頭にスッと入ってくるのに、楽しくないと感じたものに関しては、いつまで経っても覚えられなかったりするんですよね。3つ目のポイントは、調べてもわからなかったことは素直に質問しに行くということです。もしも気になる女性があなたの先輩や上司だった場合、とにかく可愛がられることです。相談したり聞きに行くことで自分自身成長できるし、話す機会を増やすことができますよね。ただし、調べればすぐに出てくるようなことは聞かない方がいいです。逆効果になってしまいます。自分なりに一生懸命やった上で相談して頼るといいですね。続いて仕事中のアプローチ編です。1つ目のポイントは、さりげなく差し入れを渡すということです。仕事中にさっとコーヒーを渡されるだけで嬉しいものです。人によっては苦いコーヒーがダメだったりすることもあるので、甘いのが好きかとか、コーヒー好きかどうか、こっそりリサーチしておきましょう。好きな飲み物を直接聞いてしまうのもありです。というよりもそちらの方がおすすめです。せっかくだから、ここでもお話の回数もそれで増やしていきましょう。2つ目のポイントは、あくまでも仕事仲間ということです。どれだけ気になる女性でも、仕事中は仕事仲間。その一線を越えすぎるのはあまりよくありません。まずは異性としてよりも仕事仲間として好きになってもらえるように努めてみましょう。あまりプライベートすぎる話をしすぎないように気をつけてください。3つ目のポイントは、いたわってあげるということです。女性は頑張ってるねといたわってあげると、ぐっと心を開いてくれます。あなたに相談をしてきた時は、アドバイスを求めているよりも、よくやってるねといたわってほしいという思いの方が強いんです。女性の話を聞くときに気をつけてほしいのは、うなずくだけとか、そうだねだけではいけないっていうことです。私の話をちゃんと聞いてくれていないなというふうに思われてしまいます。
適度に質問を入れたりとか相槌を意識してみてください。4つ目のポイントは、仕事で困っていたら必ず助けてあげるということです。仕事で不満があっても、日本人は特にあまり周りの人にはっきりと言えない人が多いものです。やり方が分からなくて困っているかも、仕事量が多くて一人ではさばききれないかもしれません。何か困っていそうな素振りがあったら、手伝えることはありますかというふうに手を差し伸べてあげてください。困っていることが明らかな場合は、ちょっと貸してとやってあげてしまうのも、ちょっと強引な感じでかっこいいですね。次はプライベート編です。一つ目のポイントは、仕事とのギャップを見せるということです。もし仕事以外で会える機会が作れたら、仕事では見せない姿を見せていきましょう。やっぱり人間はギャップというものに弱いので、仕事はスーツでカッチリならちょっと緩めのカジュアルな格好をしたりとか、仕事で作業着とかなら逆にきれいめな格好をしたりとか、服だけではなく動物が好きとか、実はオタクな一面だったり、プライベートな素の部分の自分も見せていきましょう。仕事ができる男性がモテるというお話がありましたが、逆に熱心すぎて仕事の話しかしないとか、隙がない人はモテとは遠ざかってしまいます。実は職場でモテる男性はちょっとしたギャップがあって、男性から親しみやすい人ばかりなんです。2つ目のポイントは、仕事仲間から友達へということです。飲み会や個人 LINE などで仲を深められたら、いよいよプライベートでのアプローチが本格的に始動していきます。ここの距離感を少しずつ詰めていくのがとっても大切です。相手の反応を見ながらゆっくりと仲良くなって、プライベートで遊べる関係を目指しましょう。焦らずにじっくりとですね。3つ目のポイントは、プライベートでは個人的な相談に乗ってあげるということです。職場でモテる男性は漏れなく人の話を聞くのが上手な男性です。普段から聞き上手なため、周りからの信頼を得ることができて、情報が集まりやすく協力を得やすいという結果につながります。自分のことを話すより人の話を聞く習慣が身についているんです。あなたの知り合いの中で元彼と別れそうな時に相談に乗っていて、その流れで最終的に付き合ったという話聞いたことありませんか？相談相手から頼れる男性というイメージがついて結ばれるということは結構多いんです。仕事だけではなく、プライベートでも女性を助けてあげられるとヒーローになれますよ。職場恋愛は面倒くさそうとか思っていても、好きになってしまうときはもう好きになってしまいますよね。身近にいる人に好意を抱いてしまうことは自然なことです。職場では恋愛をしないと頭では思っていても、恋愛は理屈じゃないですよね。できそうなアプローチ方法から一つずつやってみてはいかがでしょうか。男性は女性で、女性は男性で磨かれます。あなたの恋愛がうまくいくように願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも動画を見てくださってありがとうございます。そして本当にたくさんのコメントを感謝しています。このコメントも一つ一つ全部読んでいて励みになっています。勉強になりますとか、応援していますなどのコメントいただくと本当に嬉しいです。ますます頑張ろうと思います。これからもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またのお越しをお待ちしております。